関数を微分するというのは、微分の基本公式、それが分かっていればいいのですが、その基本公式が分かっていると、もうほとんど皆さんが書くことのできるような、表すことのできるような、数式で表現することができるような関数は、すべてその同関数を求める、つまり微分するということができます。で、それは合成関数の微分法というもので、例えば1番の場合でこういう関数を考えましょう。この関数を考えるときにどういうふうにするか、我々はその dy by dx と、こういう y を x で微分した、この同関数というのを計算したいんですけど、これ私たちの知ってる微分公式の中に入ってない関数ですね。で、そこでどうするかっていうと、 u イコールルート x 次乗プラス1マイナス x、このログの中身を u と置いてやったとする。で、そうすると y っていう関数は実は u の関数としてログ u と、こういうふうに表すことができます。そうすると dy by du は、これは微分の基本公式で u 分の1、こういうふうになるわけですね。で、dy by du が計算できる。で、そのことと dy by dx、これはどういう関係にあるかと言われれば、これは合成関数の微分公式っていうのは、この公式自身は難しい公式なんですけど、計算の方法として公式を覚えることは実に簡単で、dy by du かける du by dx。で、この時に、あたかもこれが普通の分数であるかのように扱って、この du と du、分子と分母、こう消し合うと左辺と等しくなりますね。で、そんなバカなことをやっていいのかって、普通は疑問に思います。で、この当たり前の疑問に対して、数学的なロジックでですね、これがやって正しいんだということを納得するのは、高等学校の数学ではあまり期待されていません。で、高等学校の数学では、こういうふうにやっていいんだと、いうことを信じて、で、この公式に従って計算する、ということが、まあ、一般に求められている。ここで、dy by du はこういうふうに分かっている。あとは、du by dx、これが分かればいい。du by dx を計算するには、この関数を x で微分するということができなきゃいけない。で、この微分をするのにどうするかというと、これを計算するには d by dx でルート x の次乗プラス1、これを微分したもの、これから、dx by dx、 x を x で微分したもので、こういうふうに、これ微分の線形性と呼ばれる微分の基本性質ですね。で、それを使えばいい。で、この第2項は1であるに決まってますから、これマイナス1なんですね。で、第1項を計算するにはどうしたらいいかって。第1項を計算するには、ここで、また、例えば w イコール、x の次乗プラス1って、こういうふうに置いてやる。そして、まあ、わかりやすく言えば、v イコール、ルート x の乗プラス1っていうのを、この微分の中身ですね、微分すべき関数、これを v と置いてやって、で、そしてルートの中身 x 乗プラス1、こうすると我々が計算したい、これは実は dav、 これを x で微分するということなんですけど、で、これを計算するに v をまず w で微分する、そして w を x で微分したものをかけると。で、どういうことかっていうと、x 乗プラス1というのを w と置いてやりますと、こいつは、ルート w、w の2分の1乗。で、そういうふうになりますから、b を w で微分する。これは、ルート w を w で微分するということですから、これ2分の1、ルート w 分の1。こういうふうに計算できる。で、一方、w を x で微分する。w を x で微分すると、これは 2x だと。と、こういうことで、この u という関数を x で微分するということも、こういうふうな形にですね、分解してやれば何でもない。ということですね。で、最初のうちは、このようにいちいち、u と置くとか、w と置くとか、v と置くとか、そういうふうにやらないとなかなかわからないものでありますが、まあこんなのはですね、慣れてくれば何でもない話でありまして、で、以上のような
ロジックでなされる計算を次のように暗算でできるようになるということが好ましいと思いますね。どういうことかというと、こいつはどうなるか。でまずルート x の2乗プラス1マイナス x 分の1、この全体をで、これ、かけることのこいつの真数、それを2番のルート x の2乗プラス1分の2倍の x マイナス1、こういうふうになります。で少し計算が見づらいですけど、2と2が消し合いまして、でこれ分母通分してやると、ルート x 乗プラス1で通分すると x マイナスルート x 乗マイナス1って言います。でそういうふうになりますと、ちょうどちょっと待ってください、マイナス2分、あいいですね。でそうするとここの分母とこいつと通分した時の分子が、ちょうど消し合って、結局のところマイナス1が出てきて、でこいつの通分した時の分母 x の乗プラス1分の1、でこういうふうになるわけですね。でまあこれをもうちょっと短く表現することも容易にできます。というわけで、煩雑な計算のように見えますが、実は合成関数の微分という公式を使って計算しているだけだということです。でこの最終結果は覚えるに値することでありまして、実はこの関数を微分するとルート x の2乗プラス1分のマイナス1、これが出るということは、今度は実は積分の公式としてこれが使えるということですね。でこいつを積分すると、この y が出てくる、そういうこと。あ、これイコールってこう並べて書くと非常に良くないですね。 dy by dx がこうなると、この y がこれになったら大変なことです。 y を微分したものがこれだということは、こいつを積分すると y になるということです。ここで使われた技法は、合成関数の微分と言われる計算技法で、大変に適応する場面がたくさんあります。ですから、とにかく慣れることがとても大切だと思いますね。で理屈は分かんなくなったらば、例えば dy by dx というのを x の関数が適当に、例えば u なら u って持ってくると、dy by du で du by dx、 こういう形でやればいい。でもし例えばここで x の関数さらに v っていうのがあって、で u を v で微分するとかってやれば dv by dx で、こんな形で、微分を計算することができる。でこの時、これ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 ってこう約分できたかのようにやればよい。でこういうふうにこう鎖がつながるように計算されますから、英語の世界では県では合成関数の微分という難しい言い方の代わりにチェインルール、鎖がつながっている、でそういうふうにして公式を利用すればよいということで、チェインっていう言い方をいたします。さて、このように全ての実数 x に対して微分可能な関数はいるんですが、例えば2番とか3番というのは全ての x に対して定義されているわけではない。例えば2番の場合で言えば、これは x が0より大の範囲の実数でしか定義されない。まあ高等学校なんかの範囲ですと、こういうふうに式を書いたときにわざわざその定義域を明示する、そういうふうにしなければいけないっていう、まあ、指導者も存在すると思いますが、実はそのこの式を見ればこの式が定義される最大の区間は x が0より大というところですから、まあそれが分かるのだからいちいち書く必要がないという考え方もあると思います。で
一般に、指数 A の X 乗、こういう指数関数を考えるときには、その指数関数の定 A はもちろんその0より大で、かつ1であってはいけないわけですね。で、この場合は X が1のときに1のサイン1乗っていうのは、まあ、定義することできますから、だからまあ X が1であっても良いと、0より大の範囲であればまあいいと、そういうふうに言うことができるかと思います。さて、でこういう関数を微分するときにどうしたらいいか、これはどういう合成関数なのか、でこれがちょっと分かりづらいところだと思うんですね。でつまりこちらの場合だと合成関数としてまあ捉えやすかった、でこれは合成関数として捉えづらいわけです。で、その時に合成関数として捉えることができない、そういうふうに考える人は、一番わかりやすく言えばこれをですね、両辺の対数を取る、ログ y で、右辺の方の対数はを取ると sin x 倍のログ x と、こういうふうになると。で、こういうふうな関数を考えて、まあ、この関数を例えば z だと思ったとしましょう。で、y は x の関数、z も x の関数なんですね。そして、この関数に対して dz by dx というのを考えると。で、そういうふうに考えたとすると、z は sinx と logx の積ですから、これは積であればですね、積の微分公式を使って計算することができるわけですね。で、右辺は計算は積の微分公式。公式で、どうなるかっていうか、まあ、計算するのは簡単ですね。cosx× logx プラス sinx× x 分の1。で、こういうふうになります。で、で、これが dz by dx ですね。で、我々は実は dy by dx を求めなければいけない。これは dz by dx に過ぎないわけです。で、それはどういうふうになるかというと、もし z イコールログ y であるとすると、これを z を y で微分して、で、y を x で微分したと。そういうふうにこう考えたとすると、合成関数の微分、合成関数、そうすると dz by dy というのはこれ y 分の1ですね。そして dy by dx ということになると、我々が求めたいのは dy by dx だと、ということを思い出せば、両辺に y をかけてやることによって、dy by dx 求めたいやつが出るということです。で、これが対数微分法と呼ばれる計算の技法でして、かなりまあポピュラーに使われておりますが、なぜ対数微分法を使わなければいけないのかという理屈がわからないと、合成関数の微分公式と対数微分法ってなんか二通りあるような気がして嫌なんですね。できたら合成関数の微分法だけで済ませるという方が数学的に筋がいいですね。で、そういうことができるかっていうと、実は簡単にできるわけです。というのは、指数表現っていうのは全部 E のなんとか乗っていう形に換算することができる。例えば X というのは E の何乗でしょうかと。それは X は E のログ X 乗なんですよと。で、これはもう対数の基本公式ですね。で、このことが分かれば、X の sinx 乗、両辺 sinx 乗すればいいわけですから、E のログ X の、ログ X 乗の sinx 乗。で、これはすなわち E のログ X× sinx。こういうふうになる。実はこの y という関数はこういう関数に過ぎないんだ。で、これが分かると実は、ここのところを、例えば u と置いてやれば u イコールログ x
と sinx の積。これを u と置いてやれば、こいつはですね、これが y なんですけど、y は実は e の u 乗であると。で、y は e の u 乗で u は x の関数と式を表せる。そうすると、我々が求めたい dy by dx。これは y をまず u で微分し、で、u を x で微分する。で、合成関数の微分公式に沿ってですね、計算すれば良いということがわかります。つまり対数微分法を使わないと答えが出せないわけでも何でもない。これを合成関数として捉えやすい形に変形する。これが大事な点だということでわかると思います。で、そういう捉え方がわかると、この3番も同じで、これも両辺の対数を取って対数微分法に持ち込むという方法もありますけれども、先ほどと同じようにこのログ x というのを e を定とするもので表したいと、そう思ったら、それは e のログのログ x 乗なんだ。こういうふうに表すことができる。そうすると、こいつの x 乗っていうのはこれの x 乗ってということになります。で、そうすると、これは言うまでも e の x かけるログログ x 乗とこういうふうになります。で、この形に y をしておいて、 y がこうなるわけですから、dy by dx、y を x で微分したものがどうなるかということを知りたかったならば、こいつを、u と、x かけるログのログ x、 これを u と置くと、y を x で微分したものは y を u で微分し、 u を x で微分するということをやればいいと。y は u のどういう関数で表されるかというと、こう置くと、 y は e の u 乗でありますから、dy by du は e の u 乗ですね。du by dx、これを x で微分するというときには、まあ、積の微分公式と合成関数の微分公式で、それを組み合わせて使ってやればよいということです。で、これはまあ、少し式がですね、見るからに、この高等学校のレベルで扱われない形の関数なので、そのグラフを書きなさいとかって言われると当惑する人も多いかと思いますが、実はログかけるログの中身のログかけるって言っちゃいけないですね。ログのログ x 乗で、こういうログログ x っていう関数は数学的には結構大切な関数で、大学以上に行くといろいろと出てきます。で、まあ、高等学校のレベルで言うと非常に、まあ、煩雑な関数だと思いますけど、そんな関数であっても合成関数の微分公式さえ分かっていれば、そういう関数の同関数を求めるという計算にアプローチすることができるんだということ、それをしっかりと理解するまで、まあ、ここは我慢して計算練習してください。